イタビア航空は1958年にローマで設立された航空会社。1960年代から1981年に運航停止になるまで主要なイタリアの民間航空会社だった。1980年にイタビア航空870便がティレニア海に墜落し、ウスティカの悲劇として知られることとなった。1966年に マンチェスター空港で撮られたハンドレページ、ダートヘラルドターボプロップ機の写真1958年に、ソチエタリナビガジオーネアエリアイタビアとして運航開始し、1年後にデハビランド DH-104 ブとデハビランド DH-114 ヘロンを使用し始めた。1961年に運航停止となったが、1962年にイタビア航空として、 再び運行を開始した。1963年の夏から DH-114、ヘロンに代わってハンドレページダートヘラルドが使用され始め、1973年まで飛行を続けた。1965年に再度運行を停止。1969年にはフォッカー F28 を使用して運行を再開した。 1971年にはダグラス DC-9 から15を使用し、DC-9 のバージョンでは他に、DC-9 から21、DC-9 から31、DC-9 から33、DC-9 から51が使用された。計1 4機のフォッカー F28 と11機の DC-9 を使用した。最終的に1981年に、 イタビア航空の路線は、アリタリア航空とアエロトラスポルティイタリアーニの子会社であるアエルメディティラーニャによって受け継がれた。1974年に、ジュネーブ空港で撮影された、イタビア航空のフォッカー F28 イタビア航空の保有機材1973年6月に、ピサ空港で撮られた、イタビア航空 DC-9 の写真。イタビア航空870便墜落事故で、 墜落した機体、ありがとうございます。